日が暮れちゃうよ。ブーブーブー、ちょっと待ってくれ、そろそろ休憩を。はっ、ああ、アルト大丈夫？ああ、俺はどっちかっていうとポポの方が心配だよ。ポポは平気だよ、お日様が出てたらどこでもポカポカだもん。そりゃ何よりだ。あ、大変だ、アルトが風邪ひいちゃう。ブブ、ストップ、今日はここでお休みするよ。ブブイ、すまん。はい、熱々のタンポポコーヒー、あったまるよ。お、サンキュー。わあ、ちょっと待って、ポポがフーフーしてあげる。ふー、もう、うん、はい、召し上がれ。あれ、なんかいつもより苦くない。砂糖でも入れたのか？え、お砂糖なんて入れてないよ。あ、もしかして、うん？愛情ならいっぱい入れたんだ。そのせいかな。そうか、道理で甘いはずだ。しかし、ずいぶん北まで来ちゃったな。この辺まで来れば見られるのかな。なんだっけ、オーロラ。そうそう、オーロラ、ポポが一番見たがってたやつだもんな。うん、オーロラはね、キラキラしてふわふわして、見るだけできっと幸せになれるんだ。どんなもんか想像つかないけど、うん、早く見たいぜ。今夜はお天気もいいし、きっと出てきてくれるよ。おう、それじゃ見逃さないように徹夜で見張ってなきゃな。はーい、夜更かし夜更かし。眠かったら寝ていいぞ。オーロラが出たら起こしてやるから。うん、ポポ頑張って起きてるよ。ずっと夢だったんだもん。じゃあ俺が一つ眠気の吹き飛ぶ小話でも。で、何も思いつかねえな。そうだ、これまで行った場所のこと話そうか。これまでか、いろんな場所に行ったよね。古いお城やお寺にたくさん泊まったし、世界一深い湖も大きな滝も見た。あの川下りは死ぬかと思ったぜ。あるとボートから落っこちたんだよね。風に飛ばされたポポの帽子取ろうとして。そうそう、結局二人してずぶ濡れになって。思い出したら寒くなってきちゃったよ。だけど後になって思い返したら、どれもこれもいい思い出だよ。うん、夢がどんどん叶っていって、ずっとずっと夢見てるみたいだった。おいおい、だったってなんだよ。まだまだ旅は続くだろ。うん、旅はこれでおしまい。え、ポポね、決めてたんだ。オーロラが見られたら旅はおしまいだって。ポポのお家はポートノワールだから、いつかは帰らなきゃいけないんだよ。そんな。それにポポなんかがずっとアルトを独り占めしちゃダメだもん。だってアルトはレグナント王国の大事な人だから、最後に一番見たかったものを一緒に見て
バイバイするんだ。バカ、何言ってるんだよ。大丈夫だよ、ずっとバイバイするわけじゃないし、同じ国に住んでるんだもん。会いたくなったらいつだって会える。だけどそんなの。ポポはアルトのこと大好き。別々の場所にいてもそれは変わらないから。俺は嫌だからな。オーロラが出たら旅がおしまいなら、また次の旅を始めればいい。だけどアルトはこの国の英雄で、ポポなんかとは。ポポなんかじゃない。俺にとっては世界中の誰よりもポポのことが大事なんだ。よし、次の旅へと出発だ。どこに。北極点には冬季限定で幻の北極かき氷屋があるんだって。早速行ってみようぜ。北極かき氷、なんか美味しそうだろ。この広い世界、旅先はまだまだ溢れてるんだ。二人でずっと旅して回ろう。アルト、ブブブブイ。ああ悪い、二人と一匹だな。ブーブー、ほら行くぞポポ。それとも俺との旅はもう飽きたか。ううん、ポポ幸せすぎて夢見てるんじゃないかって。大丈夫だ、夢じゃない。ほら手貸してみな。あったかいだろ。あるとずっとこうしてていい。ああ、こうしてりゃ迷子にもならないし。わーい、目的地は北極点、目標は北極かき氷屋。スイーツ巡りの旅にいざ出発。